南高坂川の門群馬県立気流南高等学校は群馬県気流市広沢町にあった公立高等学校。通称は気南。市内では南高、単に南と呼ばれることもあった。2021年に同市内の群馬県立気流西高等学校と統合し群馬県立気流清桜高等学校が開校。 2021年3月31日をもって、閉校となった。男女共学普通科のみからなり、1学年4クラスという小規模な学校となっている。気流市の南端、緑市との市境に広がる広沢丘陵の丘の上に、あり、校舎からは気流市が一望できる。付近には、東武鉄道の新気流駅や浅見駅があるが、多くの生徒が自転車通学である。 多彩な学校行事が特色の一つであり、県内の多くの高校が文化祭、体育祭、球技大会を数年に一度しか開催しない中、これら全てを毎年開催する学校である。ただしこれらの行事は一般公開を行っておらず、学校関係者、保護者以外は観覧することができない。部活動は陸上競技部、女子バドミントン部、映画写真部が、 関東大会や全国大会に出場している。また、公式野球部も群馬県大会ベスト4を成し遂げた。燃える霧南左手に、雑巾右手に、自書愛とあと熱情と、大学受験を志す生徒から、専門学校や就職を希望する者まで幅広い、深度に対応できるカリキュラムをとっている。ここ最近は4年生大学志望者がほとんどを占め、 国公立大学合格者の割合が増加傾向にある。ありがとうございます。